一番くじ、ドラゴンボール、EX、亀川流の猛者たちが6月10日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回850円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら6万8000円になります。栄賞は孫悟空のマスターライズです。移行、均等運。 金等運に乗った少年悟空がマスターライズシリーズにて立体化。ワクワクした悟空の表情や金等運の柔らかな質感を至高のクオリティで再現しました。満足感のあるボリュームで仕上げた。思い出のよみがえる一品です。当選確率は80分の2で2.5%です。B 賞は亀仙人のマスターライズです。ハロー、亀仙流の詩。 亀仙人がマスターライズにて参上。トレードマークのヒゲやサングラス。亀の甲羅など細部までこだわり抜いた造形はまさに天下一。亀仙流の師匠として悟空やごはんじ爺ちゃん。牛魔王と並べておきたい一品です。当選確率は80分の2で2.5%です。師匠は孫ごはんじ爺ちゃんのマスターライズ。イームービングです。ほっほっほっ。 だらしがないの。孫悟空の育ての親。孫悟飯じいちゃんがマスターライズにて初の立体化。正体を隠して悟空と戦った時の姿が再現された。思い出のよみがえる一品です。当選確率は80分の2で2.5%です。D 賞は牛魔王のマスターライズです。おめえのじっちゃんて、孫悟飯か。亀仙人の2番弟子。 フライパン山の牛魔王がマスターライズシリーズにて初の立体化ずっしりと存在感のあるボリュームはまさに迫力満点防具のディティールまでしっかりと再現された造形は圧巻です当選確率は80分の1で1.25%です衣装は「孫悟飯じいちゃんお面ディスプレイプレート」です「孫悟飯じいちゃんのお面がディスプレイプレートになって登場」 お皿の底面がお面になった飾っておくだけでも映えること間違いなしの一品しっかりとした大きさがありさまざまな用途でお使いいただけます当選確率は80分の1で1.25%です F 賞はドラゴンアーカイブズです1番くじ大人気シリーズのドラゴンアーカイブスアックマンウーロンが化けた紳士 何も考えていない悟空。土頭シリーズならではのラインナップで展開。コメント付きの台座と並べやすいサイズ感がたまらない。ここでしか手に入らないアイテムです。当選確率は80分の6で7.5%です。G 賞はドラゴンスタンドコレクションです。素敵なイラストがアクリルスタンドになって登場。 初登場時の悟空やクリリンなど思い出深い5種類のイラストラインナップ。当選確率は80分の10で12.5%です。H 賞はアートタオルです。おしゃれでかわいいアートタオルが H 賞に登場。悟空の幼少時代を思い出せるような8種類のデザインから、お好きなものをお選びいただけます。形状はロングタオルとハンドタオルの2種類をご用意しました。 当選確率は80分の28で35%です。相性はビジュアルボードです。ファンなら見覚えのある有名イラストをビジュアルボードにて再現。A さんの大型サイズでビレーなイラストを存分に楽しめます。当選確率は80分の28で35%です。ラストワン賞は孫悟空ラストワンバージョンのマスターライズです。よし。行ってくるぞ。 栄章とは異なる特別な表情と同義の少年悟空がラストワン賞に登場。均等運から地上を眺める表情や帯の形状など細部までこだわり抜いた造形は、ぜひ A 賞と見比べていただきたい一品。マスターライズの思考のクオリティと存在感のあるボリュームでお届けします。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。 もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。